たくやちゃんね。っていうか、もう、ね、曲変えたんだけどさ、はい、それ歌えるのかね、ちゃんと。あ、それはちょっと本当頑張ったんで、ぜひ聴いていただいて、本当に結構直したんじゃないの、機械で。あ、これまだ直してないですね。直してないの？まだ直してないです。できる、できるの？まだ直してないですよね。だけど、まあ、せっかくなんでちょっとね、まあ自ら巨匠の私が、言いますが、もうちょっとギターでね、まあ、ボーカル、チェック。あ、やだ、ドキドキするかなと思うので、ここで、今日はもう本当に辛めな、あの、ジャッジで、演奏で、ヒヤヒヤの、YouTube のですね、演奏を行ってみたいと思います。よろしく！分かりやすくっていうか、あの、うん、視聴者の方にも分かりやすく、ボイトレ風っていうのをね、全部どれぐらいできるのか、プロの、怖い、プロのね、いや怖い、ボーカリストってこれぐらい歌えますよ。わわわわわ、ね、すごい YouTube っぽい、すごいありますねこれ。こまあよくあるじゃーん、まあ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 。聞こえてるね。まあまあまあまあまあ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 。聞こえてるね。まあ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 。まあ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 。結構いけてる。いけた。さっきね、歌ってきたから。じゃあ、温まってる。温まってるか。俺、どれぐらいいけるかな、これ。男性ですからね。男性キーで言うと。まあ、今のだとどこが、まあ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 。まあ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 。あ、これだと、まあまあは、まあまあ、まあいいや、まあまあまあ。まあ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 。まあ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 。あ、いけますね。まあ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 。まあ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 。まあ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 。血管が、いや初めてやりました。こう、あれ、はい、嬉しい、楽しいですね。楽しいね。楽しい。ボイトレの先生嫌いだったけど、こうやったらこうやると楽しかったってね。そうですね。はい。じゃあ次ちょっともうちょっと難しいやつやっていただきます。はい。続いてはですね、まあちょっとハードルをちょっとだけ上げまして、これこのっていうのは多分ね、ボイトレの先生もやらないパターンですけど、はいはい、まあ今のまあ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 メジャーでやったんですけど、はい、マイナーで、まあ例えばこう。まあ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 なんですが、せっかくマイナーなんで、もうすごく拳を効かせてやるっていう。まあ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 ってことですか。いやいや、拳ってそういうのじゃないですよ。まあ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 みたいな。ビブラート的な。ビブラートなんですかね。もっと拳、うんうん、もっとなるべく向けると広いビブラートができたら。うん。まあ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 みたいな感じですかね。まあ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 。惜しいんだけど、ビブラート練習なら。まあまあまあ。本気のレッスンだって。意識して、ね、そんな感じか、はい、あのオペラの人とかね、あのこれちょっとあの レッスン、あの特別レッスンしてあげますけど、ね、お願いします。ビブラートってね、なんていうのかな、真ん中のね、これ本当にみんないい話なんですよ、うん、真ん中の当てたい音に対して両方にこう、波がねこう両方出てて、このそれが当てたいのが真ん中にあるパターンと、うんうん、あと実はコードに沿ってね、うん、はい、あの例えばあのメジャー
キーとかだとね、うん、C メジャーだったら C を歌うのに、うん、メジャーぐらい隣のね、C の音、ドの音の一個下の C の音、うん、それを、うん、っていうビブラートもあるね。おお、ものすごい広い。でそれでそれともう一個、例えばこれがね同じメジャーキーなんだけど、はい、もっとブルースコードになるとセブンスの音が一個半音下がるのよ。全音で、うわあああっていうビブラートが、はい、こういう練習の仕方もあるんで、まあちょっと今日は、なるほど、急にそれをやりますけど、まあそれを意識した、まあ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 を、いきたいと思います。はい、じゃあ、泣きの、まあ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 、お願いいたします。もうな、ほんと、こう。まあ。まあ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 。まあ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 ちょっともうちょっと溜めないとこ、うーん、うーん、あーとかね、まあ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 、もうちょっとで、もうちょっとでオーディション受かるよ。あ、本当？嬉しい。まあ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 、あ、もうちょっとでレミゼラブルが見えてくるよ。まあまあまあ、関係者の方にオーディションを呼んでください。受かる？これ受かりますか？よくできました。あ、いい線いきますか、うん、ありがとうございます。茶番はこれぐらいにして、楽しかったですね。はい、実はですね、はいはい、今日は、ま、プロデューサー様の、大先輩からですね、はい、お題を実はいただいておりまして、ね、そうですね、課題曲みたいな、それをね僕ら二人で、演奏しようかなと思って、今日はこの曲、これね僕の幼稚園ぐらいの時のね、レコード大賞。あ、そっか、すごい前の曲だじゃないか。そうですよね、はい、もう勝手に仕上がれてるっていうやつですね、はい、うん、まあ、僕のファンとかの人は、まあ、結構ね、うんうん、おばさん多いんでいやいや、おばさんたちも知ってるんじゃないかなと思うんですけどですね、はい、もうなんか、まあ、それちょっと歌ってみようっていう、はい、歌っていただけるっていう。あ、一緒に歌わないんですか？あ、いや、行きますよ。あ、一緒に、まあ、ある程度ちょっと、はい、まあ、練習も含め全然やってないんでね。そう、やってないんです。 B メロからなんでね。どうだっけ、だったらら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 、泣きの話が忘れない、祇園で飲んでる親父のね、なんか行ってるスナックのカラオケで歌った音が、はい、あ、はい、なるほど、
あの時からあの夜の街が好きになりました。ああ、お父さんの影響。ありがとう、メイリアでした。でした。はい、メイリアです。というわけで、私メイリアソロアルバムをですね、5月の26日にリリースいたします。ぜひ皆さんゲットしてください。そして、そのソロアルバムを引っ提げて、トヨスピットにて6月5日、ライブもやらせていただきます。ぜひ遊びに来てね。お待ちしてます。